それが気持ちいいのよね。神風流剣術一の太刀早く。うん、隙だらけにございます、父上。よいち、この山でお前を育てて17年、辛い修行に耐え、よう強くなったものだ。それも父上のおかげです。しかしお前はこれ以上は強くはなれぬ。なぜです、拙者、もっと強くなりとうございます。どうか父上、ご指導を。お前も強くなりすぎなんじゃ。あんなトラップわしでも避けられんわ。何やさセッティングするにもなってみ、その若さでメキメキ腕を上げよってくるに、わしの立場がないかはないか。とは言えんな。父上。よいち、お前はこの山の外の世界を知らん。わしと山の仲間たち以外の様々なものに出会い、様々なことに触れねばならぬ。お前に必要なのは知識ではなく経験。経験は必ずやお前の心を強くする。山を下れ、よいち。剣の身でなく、己の心を見分け。そして誠に強き武士となるのだ。はい、父上。このカラスマ、よいち。必ずや、立派な武士となりまする。
それが気持ちいいのよね。